R38、R38 は第一次世界大戦の最後の数ヶ月の時点でイギリス海軍のために建造された公式飛行船。本機は北海での紹介任務に当たることを想定していた。アメリカ海軍が購入することになっていたが引き渡し前の試験飛行中に墜落した。イギリス海軍本部はそもそも R38 級または A 級として R38、R39、R40、R41 の4隻を発注していたが、ドイツとの急戦により、R39 以降の3隻はキャンセルされ、一番線の R38 のみ、アメリカ海軍が購入の意思を示したため建造が続けられた。初飛行は1921年に行われ、その時点で世界最大の飛行船であった。アメリカ海軍での故障。 ZR-2 が書かれた元船は4回の試験飛行を完了し、最終的な試験を兼ねたレイクハーストへの移動飛行を待つばかりだったが、1921年8月23日、ハルシの上空を飛行中、構造の欠陥が原因で破壊され、ハンバーガーに墜落した。49人の乗員のうち死者は44人に上った。この犠牲者数は有名な ヒンデンブルク号爆発事故よりも多い。R38 級は1918年6月に海軍本部が提示した基地から300マイル以上の距離を6日間にわたって紹介し22000フィートまで上昇できる飛行船という要求に応えて設計されたものであり、偵察任務の他にも水上船舶の護衛任務のために大きな武器搭載量が設定されていた。 R38 の契約は、ショートブラザーズが獲得し、さらに同計3席の追加発注が行われた。R38 の建造は1919 19年2月、ベッドフォードシャー州カーディントンで開始された。既存のハンガーの中で建造を進めるために、オリジナルの設計へのいくつかの変更が余儀なくされた。動力用ゴンドラのうち2機は高さを節約するために、 船体構造の側面に移され、また、昨日の数も16個から14個まで減らされて、合わせて、船体外周のリングの数も減らされた。1919年後半になって、平和時における経済の原則に従い、いくつかの飛行船の注文がキャンセルされ、それにはまだ建造に着手されていない、R38 級の3隻、R39、R40、 R41 も含まれていた。削減の対象は拡大され、建造中の R38 もキャンセルされそうになったが、実行される前の10月、プロジェクトごとアメリカに売却されることになった。アメリカ海軍は艦隊に公式飛行船を加えることを意図し、当初、戦争賠償の一部として、ドイツのゼッペリン飛行船を数隻獲得する予定であったが、 それらは1919 19年にドイツの上院の手で故意に壊されてしまった。アメリカは新しい飛行船のドイツの費用負担による建造をチェッペリンに求めると共にそれに付随して自らも一石を建造する予定だった。R38 のキャンセルのニュースを知ったアメリカはその購入を計画し調査を行った。結局1919年10月に200万ドルで 購入するという合意が成立し、飛行船の建造は再開された。軽流島への軽流装置を選手に取り付ける修正が行われ、その1トンの重さを釣り合わせるためにビブにバラストが追加された。この修正は重量軽減を図った設計を施した、この飛行船の縦方向の強度に悪影響を与えるものだった。ドイツは戦争の終わり頃に、 軽量の高高度飛行船を建造していたが、その一つである L70 は1918年8月に撃墜され、その船体の一部をイギリスは北海から回収していた。しかし、イギリスではそのタイプのゼッペリー飛行船について、その軽量構造のゆえに、軌道、特に急激な方向転換が制限されていたことには気づいていなかった。 R38 は1921年6月23日、アメリカ仕様への完全な転換が行われる予定のハウデンまでの初飛行を行った。登録上は R38 だったが、すでにアメリカの ZR-2 としての塗装が施されていた。方向だと昇降だに若干の修正を加えた後、7月17日、2回目の試験飛行として、 対空性試験と受領試験のために、ヨークシャー州、イーストライディングのハウデンまで飛行した。バランス調整されたカジメンのテストがこの時、行われたが、激しいピッチングを記録することとなった。ハウデンの格納庫での構造検査の結果、いくつかの桁構造に損傷が見られた。損傷のあったものは交換され、それ以外は強化されたが、ハウデン基地の経験豊かな指揮官である。 EM メイトランド空軍准将は、設計への疑念を募らせていた。悪天候の期間がしばらく続いた後の8月23日、早朝、R38 は、ようやく外に引き出され4回目の飛行に臨んだ。目的地は、ノーホーク州、パラムマーケットで、そこでは、ハウデンにはない渓流島に軽流することになっていた。しかし、結局、 運行が低かったため、係留することはできず、R38 はいくつかの高速試験を行いつつ、ハウゲンに戻るべく一旦会場に出た。速度試験は成功したが、まだ日没までには、時間があったため、大西洋横断の際に予想される、悪天候を想定した低空での方向打の試験を、行うことになった。17時37分、春市の上空で15度の方向打角が試された。 その時の目撃者は、胴体外皮の下にシワが発生し、両端が落下したと報告している。その後、選手で火災が発生し、大きな爆発が起きて、地上の広い地域の窓ガラスが割れた。飛行船は崩壊し、ハンバー加工の浅瀬に墜落した。17人のアメリカ人乗員のうち16人と、イギリス人、乗員32人のうちの28人が死亡した。 生き残った5人はいずれもビブにいたものであった。ヨークシャー州春には記念碑が建てられた。この事故の調査委員会は空気力学的ストレスについて余裕のない設計であったこと、そして通常の飛行では生じないような荷重をかけた試験が行われていなかったことが原因であると結論付け、機動操作の影響が戦隊を弱めたものであるとした。事故調査委員会の任務には、 責任追求は含まれておらず、誰にも責任が返されることはなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。